おひつじ座は、王道十二星座の一つ。トレミリの四十八星座の一つでもある。おひつじ座の主な星は、アルファ星とベータ星の二つ。以下の構成には、国際天文学連合によって、正式に固有名が定められている。固有名がついていない星で特筆すべき星どれも暗く、望遠鏡でも、かすかにしか見えない。この星座の比較的明るい東側のアルファ星。 ベータ製、ガンマ製でできる鍵型は、古代バビロニアでは、脳腐あるいは、コフだった。隣のロ座の中央が、彼が耕す農地である。男と、羊が、同音異義語ルーだったことから、羊と同一視されるようになった。ギリシア神話によると、ボイオテア王、アタマスの息子プリクソスと、双子の妹エレが、ママ母、イノの悪ルダクによって、生贄にされそうになった時に、 ゼウスが使わして二人を乗せて逃げた金の皮を持つ羊だという。妹は羊が走る途中に海に落ち溺れて死んだ。プリクソスは逃亡先のコルキスでこの羊を生贄に捧げ、皮を当地の王アイエテスに送った。この羊の皮を手に入れるための冒険がアルゴー,ゴーの冒険、アルゴナウ大神話である。中国では十八宿のローヤドであり、日本ではこれを たたらぼしとくんじていた。ありがとうございます。